明治市立動物園のシンボル的存在として長年愛されてきた象の姫子が昨日43歳で死んだことが分かりました。姫路市立動物園は飼育していたメスのアジアゾウ姫子が多臓器不全によって昨日衰弱死したと発表。象舎の前では別れを惜しむ子どもたちの姿が見られました。いてて当たり前の存在やったんで、入り口で見てちょっとびっくりしたんです。長い間もういろんな子供を笑顔にしてくれてありがとう、言ってあげたいです。初代姫子が死んだ1994年にタイ生まれのメスの象が17歳で来園、2代目の姫子となりました。以来26年間動物園のシンボル的存在として人気を集めました。2013年には神戸王子動物園に嫁入りし、オスのマックと自然繁殖を目指しました。残念ながら2世誕生とはなりませんでしたが、姫子にとってこれが初めての仲間の象との生活となりました。毎年12月には巨大かぼちゃをプレゼントする恒例行事があり、多くの来園者がその器用な鼻の動きに感心していました。姫子はおととし足の病気を患い、一度は回復したものの、今年6月ごろから再び症状が進行、徐々に食欲が低下し、昨日容体が急変したということです。一緒に頑張って働いているのはパートナーみたいな、そういった感じをずっと受けていました。本当に姫子にはいろんなその象についてのことを学ばせていただいたというような感じはあります。象舎前には姫子への感謝の気持ちを伝えるメッセージボックスと献花台が設置されています。